ルチャンネル僕らの国会皆さんこんにちは皆さんこんにちはどうぞ、はい、令和6年5月15日に収録を行っています今回のテーマですがなぜ参院から総裁選に出るかというテーマでお話しいただきますはいこれは一本前にえー、現在の政局は本当は波穏やかな水面の下では緊張が始まってて。 ひょっとしたら6月21日に内閣総理職かあるいは解散・総選挙かという話をいたしましたでもちろんそうならない可能性もあります政局が動いていてあの1本目でそこ十分話しきれなかったなと今思ったんですけどだから総理が考えてる政治改革関連の法案が無事に成立するかどうかでもすごい変わってきますよねで成立の仕方が例えば結局は強行採決に至るのか強行採決といっても本当は議論してるんだから 本当の意味とは違うんですけど、いずれにしても国会の終わり方によって左右されるんで、一本目で僕はそこはもう分かりませんって言ったのは、あのその通りなんですよね、でその上でね、もしも総辞職であれば、一本目でお話した通り、総裁選が早まることもありえるので、これ、今、話しておかなきゃいけないと思うので、申し上げます。その 総裁選が今までと同じような総裁選になってはいけないと考えているのが一番根っこにあるんですけどあの私には衆議院にく替えをして出るっていうことも選択肢としてはありましたまあそもそも補選に出るかあるいは解散・総選挙がないとくら替えもできないんだけれどもあのそれを選ばなかった。 それできなかったんじゃなくて、やればできました。しかし、選ばなかったのは、あえて参議院から出るべきだという。はっきりした理由があるからです。はい。で、まず第一に、この未だに独立後演会でも質問が来るし、それからブログにももちろん来るんですけど。え、参議院って総理になれるんですかって来るんですよね。うん。 でこれはあの、その部分を憲法で見ていただくだけで、即座に解決します、えー。憲法に書かれているのは、まず、普通の大臣、総理大臣じゃなくて、大臣は、まあ、大臣の定数の半分以下ですけど、半分にいっちゃうといけないんですけど、半分にならない範囲だったら、民間人から閣僚になれます。しかし、総理については、総理だけは国会議員でないといけないってことがはっきり書いてあって。 それはつまり衆議院議員でなければいけないとは書いてなくて国会議員でなきゃいけないすなわち衆議院議員でも参議院議員でもいいけども国民から直接選ばれて国会に来てる人しか初犯指名を受けて総理になることはできませんと書かれてるんでもし参議院議員が総理になることに何か問題があるんだったらこの憲法制定時に必ず衆議院議員でないといけないって書かれるはずがそうなってないっていうのは別に何の問題もないからですね、うん。うん で特に敗戦後の現在は戦前の貴族院と違って衆議院と同じように全く直接選挙で国民から選ばれているので何も差がないんですよ、うん、で何も差がないのに、まあ、政治評論家がもうすぐおっしゃるのは政治評論家だけじゃなくて、まあ、コメンテーターとかあるいは政治学者でも言ってる人いますけれどもおっしゃるのは参議院は解散がないと。 で解散がない人が解散権持つのはおかしいという言い方をするんですけどねこれがおかしいんですよ、うん、これって公私混同なんです、うん、なぜかというと衆議院を解散するときに自分のことを考えて解散するんですか解散権持ってるのは日本国民の中で1億2300万人いる日本人の中で現職の内閣総理大臣ただ一人ですその総理が解散するときに何をお考えになるか実際には 例えば、うん、自分に有利になるかどうかっていうことを考えてる解散ももちろん過去あったわけですけどでも本来論からするとあくまでも国国家と国民のためだけに解散すするんですよね、うん、だから自分が解散されるかどうか自分が解散されるべき衆議院議員かどうか関係ないんですよ、うんで。これを同じにしてるっていうのはこれは俗論に過ぎない俗論の中でも僕は立ち悪い俗論だと思ってて。 公私混同っていうのは政治祭りのことを考える時に一番やってはいけないことですからしたがっての解散されない参議院議員が衆議院の解散権を持つのがおかしいっていうのはそれを本当にもう一度言いますがあなた様が公私混同してて実におかしな俗論に染まっているっていうことであって憲法の規定を見てもそれがはっきりしているそれから今2つ理由を言ったわけですねまず憲法上何も区別 ありませんということともう一つは解散に関して公私混同の俗論を言うのはおかしいということと三つ目これ日本の選挙制度で全国のののこことを考えるるいいう選挙制度を持ってのは参議院だけなんですんでいつも引き合いに出してご本人にちょっと申し訳ないけど、まあ、例えば文科大臣までお勤めになった下村博文さん 東京都板橋から国会に来てらっしゃいますけれどもその選挙区っていうのは僕は何度かその選挙実際に行って痛感してるんですけど、うん、板橋区議と同じなんですよね、うん、小選挙区で,、はい、でそれが衆議院のこれ下村さんのことを言ったんじゃなくてもちろん、うん、現在の衆議院の制度の特徴なんですよね、うん、で衆議院はそれが基本ですよねで参議院も都道府県単位はありますけどもう同時に 全国比例があってもう一度やりますけど、うん、日本の国会議員全部の中で全国のことを考えて選挙やりましょうと全国民に対して政策を訴えて選挙やりましょうっていうのは参議院しかないんですよ、うん、それであの今政の根幹が問われてる時に全国のことを本当に考えてるですみません私自身のことを申しますと、まあ、献金受けないパーティーも一切開かない。 派閥も派閥に似たグループにも属さないその代わり新しい議員集団を作った支援団体もない後援会もない後援会長もいないそして地元も作ってないんですよで実際参議院の全国議連の中には支援団体から支援を受けてる人が私以外は全員だしそれから自主的な地元を作ってる人も大変多いです、ね、だから参議院議員の中でも私は野望も野心もない ちょっと言っちゃいけないかな。できれば別に総理やりたいわけじゃない。そうじゃなくて、でも、こういう今までにいない、しかも参議院全国比例の人間が、総裁選で問題提起をすべきだと思っているし、もちろん出るだけじゃなくて、そういう新しい総理が日本に生まれて、今までのやり方の総裁選で生まれようがなかった総理と違って、日本を前に進める。 祭り事も社会も経済も本当に前に進めるっていうことをやんなきゃいけないという正直義務感で参議院の全国比例で地元がないこれは愛しさんよく分かっていることで週末になったときに僕は地元に帰らないっていうか帰る地元がない作らない作ろうと思ったら作れます私は神戸が大好きだし関西に大きな支持基盤があるし 地元を作ろうと思ったら作れるし、まあ、衆議院のくら替えもそういうことを考えればできるわけですけど、それをしないっていうのは、全国、日本国全体をこの混乱した世界の中で考える、そういう候補者が総裁選に出るべきだと思っています。したがって、この3つの理由を持って、私は参議院から総裁選に挑みます。で、き、え、ょ、ー、もある中堅議員から、青山さん、総裁選の様子、その後どうって聞かれたんですよ。 1> 1対1の時にねちょうど1対1になる機会があったので、うん、短い時間でしたがで、えー、僕が「いや推薦人になりたいって人に引きあがしが起きてます」って言ったら「やっぱりなと」とで派閥が麻生派以外はないことになっててその中でも活動を続けてる派閥があるよねでやっぱそういうところが一番引きあがしやってるって言ったら「そうですと」と、うん、いうことを言ってで。 うんいやよく分かりますよ怒るべきことが起きてるよねって、うん、まあなんとかめげないで頑張ってくださいと、うん、で僕はその人にじゃあそうおっしゃるなら推薦になりますかとよかったと思ったけど、うん、だからいわゆる旧来の政治家にはもともと向いてないですよねでそういう時にそういうこと僕は言わないので、うん、あのはいで依然として守る会90年 5人になったのと同じように「この指止まれ」方式なのでやっぱりあとと月ないと思うべきですよね、うん、そうですねそうすると「この指止まれ」って言って「誰も止まらなかったらどうするんだ」とうなりますから、うんえー、そこを今考えるだけじゃなくて新ししく行動していきますそれは秘書さんはやがてよく分かることになる。うん、はい、はい、ど,どうぞ はいじゃあ質問ということであのしがらみのない議員がもう本当に特徴だと思うんですがだからこそできることっていうのはずばり何なんですか日本全体のために働くことができるのはしがららみはない議員に本当は限られる、うんね、それで、えー、経済でいうとしがらみがないっていう意味では財務省とも一切裏の関係がないので、うん。 でこれ前言ったかな円安にしてもあのあ前の動画でね利上げで円安を緩めようとするのは間違いですと言いましたが、はい、もう一回言うと今日銀が上田総裁やりたいやりたいとおっしゃってるにしてほしいんですけど上げても0.1%です0.1%上げても日米の金利差はほとんど縮まりません。そうじゃなくて 個人の購買力を高めることが、実は通貨の基本的な力の裏打ちになるんで、円安のためにも、消費減税、つまり賃金は、実は企業はかなり上げてるんですよ、すでに。大企業は特に春闘で、あれほど上げたし、中小零細企業はそこまでいかなくても、みんな無理をして、賃金を上げてる。でも、賃金より先に物価がいってしまってる。この物価自体のこのインフレは、そうは簡単に、 政策だけで静まったりしませんからどうするかというと実際に物を買う時の税金分を減らすだから消費減税しかないしがらみがないとつまり地元に非常階段を作るつまり体育館の横に非常階段を作るためには財務省に気に入ってもらわなきゃいけない予算をつけてもらわないといけないそういう仕組みで財務省が大きな力を持ちすぎているからしがらみが全然ないとそういうこと,と一切関係なく。 日本経済全体日本の国民生活全体を考えると消費減税しかないとそれをやるしかないということを私はフリーハンドで言えるわけでです、うん、フリーハンドで言えるけれどもまずその前にさっきその実は実態に残っている派閥が引き剥がしをやるだけじゃなくてあの財務省も含めて要するにこういう全く新しい総理ができちゃうと困るのでいろんな圧力がかかってきますよ。うん それももこれも全部は乗り越えたとにかく届け出ができる、うん、そこへ行くまででもあ「万里の鳩を乗り越えて」って古いフレーズが出てくるようなことなんですけど、うん、乗り越えるだけの意味はあってしがらみがないとどれほど本来の姿に戻って自由にっていうよりはね本来の根っこに戻ってつまり今僕が言ったのも その財務省に嫌われないようにして地元に利益を引っ張ってこなきゃいけないってことを全部他の人はこれどけられないんですよ選挙に勝つためにで1人でいいわけですはっきり言うとこれが別に暗殺されていいわけですやがて自分自身は究極の不幸にあってもいいわけです会うことも十分ありえると思ってやってるわけですでその代わりですねみんなが 引きずられて引きずられてできなかったことをもう一回見ますよ自由にやれるってことを言ってるんじゃなくて本来の目的に沿ってできる、うん、国民経済をよみがえらせるって本来の目的考えたら実はポピュリズムじゃなくて野党の主張と同じではなくてその意味から消費減税が必要なんです、うん、で、えー、個人の購買力を高めた上で例えば私は決済税と新しい税金のあり方を考えていて。 ここれれも総裁選に出ることができれば今まで私の主張をオールドメディアはほぼ全部無視してきましたがこれ総裁選に出ていると例えば公共放送という NHK もやらざるを得ないですからそうすると税金というものも例えば基幹産税って言われて所得税も法人税も消費税ももうあるものとしてしょうがないんだっていうのは違いますよっていうことが初めて分かるので。 これしがらみがあって、基幹産税を全部無きものにする。新しい税制度って言えるはずがないですよ。はい。はい、ありがとうございました。はい、では、今回のテーマは以上にしまして。えー、今日も千にいただいた感想をご紹介したいと思います。あの、本当は憲法九条の改正や拉致被害者の。だかも、言いたいんだけども、うん、そうするとね。<laughs> こ、これが。時間が。事前演説会になるんで。はい、それは。 やめておきます。はい。はい、では線の感想です。はい。線を一読して最も印象に残ったところは十一章の尾長健さんの真相について述べられた箇所でした。二百二十ページぐらいだそうです、はいえー。青山さんの人間観に基づく考察を読みながら、これはひどく真実なのだろうなと思いました。河野陽平さんを中国共産党は本当はどう利用しているのかについての記述も。 興味深く読まませていたただきました河野洋平さんの深層心理については言及されてはいませんがおそらく穂長さんと同様なルサンチマンをお持ちでありそこを中国共産党につけ込ままれたのではないかと推測します人間を深く知る国会議員が一体どれだけいるだろうかほとんどいないのではないか日本の財界は政界よりももっとずっと人間観を失っているのではないか。 そのような器具を私は覚えますその通りという感想をいただきました、はい、ありがとうございますありがとうございます私は五つのもの見方五感があ特に総理の必要であるってことを申しますけどその五つのうちのこの真ん中の指が人間観なんですねはいはい。またぜひその五感の話もね、うん、てしていると、はい、お時間が長くなると思いますが、はい、もともとこの収録は 五感の一個ずつについてやりましょうということを僕は何度か提案してるんですが三浦秘書にも井上ディレクターにも「違いますそういうわけではないんですが他にやるべきテーマが多すぎて確かに、ね、ただ五感の一つ,一つ一つについて、うん、あの総裁選になってしまう前にそうです、ね、やりたいと思ってます。はいはい はい。はい、では、えー、続いて独立講演会のご案内です。6月の9日名古屋にて開催されます。こちらのお申し込みはもうすぐです。5月17日の13時までとなっております。ぜひすぐにお申し込みください。あ,あ明日の要は昼過ぎやんか。うん、そうです。はい。というわけでこれ無事に <laughs> あの5月16日夜にアップされてるとすると。 次の日の日午前中しかというかまあ13時までですで独立講演会は今私は運営にはタッチできません、はい、これはもう何度も言いました、えー、独立総合研究所を辞めて創業者株も無償で返上してますからでただ様子は知ってるので要するに人間足りないので締め切りすぎたら本当にアウトなんですよね、うん だから本当にあの17日金曜日の13時でびちって終わっちゃうんであの、関心ある方は申し込んでください。で、その際に、やっぱりこの議員会館の青山茂治事務所を通じて、問いになってくださってると、やっぱり対話に、なんていうか、実感こもるんで、えー、正直、この派閥のカ問題で、僕は野党に政権担当能力がないというのは痛感しました。今こそ自分たちの政策を語るべきが とにかくその憲法審査会でももう議論することはできないと、こんな汚い議員たちと,と、そこに政権を渡すということはとてもやっぱりできないです、それを考えたら、住民主党を中からひっくり返すしかないので、総裁選に向けて、できればしがらみのない新しい党になるために、この事務所から事務所を通じて党になってください。もしし決心してくださればこの三浦と新たなあ 河村かなえ厚生大事署が対応してくれますはい動画の下の説明部分概要欄の URL からお申し込みくださいお待ちしております申し込み自体はシンプルですよねはい、はい、そして、はい、最後にチャンネル登録シリーズこうしたら5回までかこうお箸でさば定食はふんふんって続きそうだって師団長閣下がまず箸をこうやって置かれてはい おおお答答ええしししますすっっってゃたあの藤縄裕二さんあの本当にもう体感されてますけど温厚な方なんでその声に爆料たちも <laughs> びっくりしたんで同時に師団長閣下が橋をこうやって置かれたので爆料無 <laughs> の僕子供の頃に「時間よ <laughs> 止まれ」っていうテレビドラマがあって <laughs>、はい、当時の技術なんで俳優がこうやって本当にしてるから。 実はこうやって動いたりして、<laughs> はい、子供たち同士でああ動いたーって言ってたんですけど、それみたいになったんですよ。はい、で、お答えします。言われて、はい、それ議員は何を聞いたんですか？以下<え>事項<後>。<laughs> なかなかす進まない。なちょっと講談講談のような。おまり。おまおりなんですが、ちょっと長くなっちゃうので。<laughs> はい 次回ですが、はい、チャンネル登録はさあ知らんちゃうと人は食べようと思った <laughs> ところで止まっちゃった幕僚の皆さんにお願いします <laughs> はいぜひ皆さんもチャンネル登録をお願いいたします、はい、今回もご視聴ありがとうございました